本庁一丁目栃木県道、茨城県道294号棟のダコガ線は、栃木県小山市から、茨城県小賀市に至る県道である。この路線は、国道125号の重複区間を挟み、小賀市中心部を走る部分と、平坦な田園地帯と点在する集落を通る部分に分けられる。栃木、茨城県境に沿っており、全般に愛路が続き、特に、 小山市東野田の木町川田は、並行する市道、町道の方が整備されており、新4号国道方面へ迂回する場合も、道路線ではなく、そちらが案内されている。また、沿線に、県道番号を示す標識や、案内標識等も少ないので初めて通る場合には、路線を外れてしまう場合もある。1959年10月14日、新たな県道として、 栃木県小山市東野田を起点とし、茨城県小賀市を終点とする区間を本路線とする県道東野田小賀線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号294となり、現在に至る。一般県道の管理は栃木、茨城の両県が行うが、本路線のうち、 茨城県小菓市本町一丁目の一部区間については、小菓市が県道の管理を行っている道路法の規定に基づき、茨城県内の古川一蔵杉町同士、本町間は緊急輸送道路として機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径。 公害その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。